こんにちは。で今日は昨日届いた GoPro Hero 7を使って撮影しています。最初にハチ公前とそれからのスクランブル交差点のところ、あれはあのなんてタイムワークだったかな、要はあのタイムラプスと動画とそれからの画像安定装置っていうのを働かせると、まあ、ああいった面白い映像を撮るんですけど、まずそれをのボートに撮って、それから今仕事場に向かうところです。でケースもつけた状態で今やっているんですけど、まあ、ディアードっていう前回の動画で紹介したものが、あのマイクアナと GoPro の右側についているものについてはあの穴が開いていて、それでかなりの音質はあの改善されているんですけど、まあ、本当はこの GoPro の上の方とか左の方にもマイクアナがあるということを教えていただきまして、でこのディアードをとヤスリで削って、でそのマイクアナのところをちゃんと外に出るようにこう確保した状態に加工しています。でそれに自撮り棒を取り付けて今撮っている感じですね。でこのモニター画面で見る限りでも非常にその画像安定化装置っていうのが働いていて、まあ、ほとんどあの従来からのジンバルって言われている機械的にカメラの振動をこう吸収して、こういわゆるヌルヌル画面みたいなのが撮るようなものがあるんですけど、それとほぼ変わらないかなっていうぐらいの安定度っていうのを今回のゴム7では達成しているように思いますね。で音質自体も昨日も少し取り比べてみたんですけれど、6よりも確実に抜けがいいですよね。しかも今これ結構 GoPro の近くで喋ってるので、これだったら結構このままで普通に動画に上げて干渉に耐えうるものになるんじゃないかなっていう期待が結構高いですよね。まあ、この後ちょっと iPad にでも映してみて画質と音質を確認してみたいと思ってるんですけど、楽しみですね。で最初はあの手持ちでやろうかなと思ったんですけど、今日はあの職場まで約10分ほどの道のりなので、逆にあの手持ちってそのカメラの姿勢を保つ上で結構疲れるんですよね。今までは GoPro Hero 6をこのケースとそれから一脚を取り付けて、でかなりこの揺らさないようにというようなトレーニングを積んできて両手でやっていたんですけど、でそこそこ揺れない映像を撮れるようになったんですけど、かなりこの揺らさないことに神経使っていて、やっぱり余裕がないというか長時間歩くのって結構苦しいんですよね。で今度のヒーロー7は非常にその画像安定装置が性能がまたここに来て格段に上がりましたので、今は片手でもう適当に持って、まあ、揺れてもいいかなぐらいの感じで撮ってるんですけど、おそらく1個前の動画よりも確実に安定してるだろうと思いますね。画質自体もこの色のなんかクリア度とか、あとダイナミックレンジですかね、明るいところと暗いところの表現の幅みたいなのも他の YouTube に常に上げている方のものを見るとかなり上がっているように見えるので、ちょうど今日はあの晴れてよかったんですけど、こういう時はもともと GoPro 映えがする天気なんですけれど、より一層その良さが引き立つのではないかなと思って、ちょっと楽しいですね、嬉しいですね。まあそうですね、このタイムワープ機能ですかね、最初に撮ったやつ、あれはちょっと今までにない表現ですよね。また表現の幅をこう広げてくれる感じがあるし、ちょうど一本前の動画から魚眼歪みもちゃんとプラグインをファイナルカットプロに入れることで補正するようにしたので、
まあ、この画面の安定としてクオリティとして音質であれば本当にこれ1台でかなりの部分カバーできるというか、まあ、まあ人によっても全部これでいいんじゃないかぐらいのものがついにこう出てきたという感じはしますよね。実際今片手で撮って時々この GoPro っていうのはすぐに節電のためにモニターがパッと消えるんですけど、この特にこの上下角っていうんですかね、こうあまりにもこう地面の方になったりするとちょっと開放感がなくなってしまうんで、どうしてもこう下がり気味になる癖がちょっと私の場合あるので、このディスプレイをタッチするとまたすぐに表示が復活するので、それでまあ適度なそのチルト角ですかね、下向きにならずにこうほどほどにっていうところになっていくかどうかをこう確認しつつ撮るような感じにしてます。まあ、これ以外のやり方としては、楽なのとしてはネックマウントっていうのがあるんですよね。首にぶら下げた状態で、で GoPro がこう逆さまになるけども、なんとこう補正して、でこれもこの手ブレ補正の性能からすると十分使えるだろうなと思うんですけど、ちょっと懸念しているのはこの角度ですよね。なんか右に傾いたりとか左に傾いたりとか、これに関してはさすがに補正は効きませんので、ちゃんとこの水平をある程度保てるかっていう問題がありまして、これはやっぱり手持ちの良さですよね。見た目にこのカメラの物理的角度が傾いてないかどうかっていうのは見れば一目瞭然なので、まあ、そこそこの水平度は取れると思うんですね。で前の GoPro Hero 6の時も使ってみたんですけど、やはりiPhone の方でリアルタイムにモニターかけないと結構不安でしたね。時々こう修正するようなことを実際やっていたので、その問題は依然残るんじゃないかなというふうに思いますね。あと昨日はもう帰宅したのがもう12時、午前0時ちょい前っていう感じだったんですけど、ちょっとだけ近所撮ってみたんですよね。でもその時点でもジンパーの性能はすごいっていうのはもう、まあ、分かってはいたことがでもやはり感動的だったんですけど、あとあわよくばの暗いところの手ブレ伏せって結構のにじみが起きてしまってうまくいかないんですよね。そこがどのくらい修正されるのかなっていうのがちょっと楽しみで、最初の GoPro でモニターで見たときは全く問題ないように一瞬見えたんですけど、でも自宅に戻って大きいディスプレイで見てみたら、やっぱりHERO6 と同じ現象が出ていて、ボケボケのにじみだらけっていう形だったんですよね。あ、やっぱりここはダメなのかっていうのが分かったんですけど、まあ、対処法としては GoPro Hero 6の時も動画に過去に出してあるんですけど、一つはシャッタースピードを120分の1固定にすると、なんか私もちょっとメカニズムは分からないんですけど、これ以前に教えてもらってやったら、これは多少ちょっと暗いところやっぱりシャッタースピードが上がるので厳しいんですけど、まあまあ特に例えば渋谷の繁華街とか逆に全く問題ないというようなそういう映像が撮れるのが分かりました。でもう一つは、まあ、これちょっと本末転倒かもしれないんですけど、ジンバルですね、機械的なジンバルをつけるとやっぱり、まあ、そもそも手ブレ補正がいらないんじゃないかっていう話もなくはないんですけど、手ブレ補正をオンにしたままでも大丈夫ですよね。全然安定してましたね。ちょうど今地下道に来たんですけど、こういうところって画面に出てるの激しいですよね。直線が続くので揺れ
があるかないかとか、傾きっていうとこう評価できるかですよね。でもこのフィールセブン、昨日の、まあ、自分の家のところか照明のあるところを見た限りでは非常に、いい感じの映像なんですよね。ハードウェアのスペックとしては、まあ、ミラーレス一眼とかの方が圧倒的に上なんですけど、なんかあの絵作りの良さっていうんですかね、完成性能とかしてね、そういうのが GoPro っていうのはやっぱすごいんだなと思いますよね。もともとそういうなんていうかな、色調整とかっていう感性を求められるようなところは、まあ、技術的にも自信がないし、そもそも感性がどうなんだろうっていう、前もちょっと言ったことなんですけど、自信がない上なので、GoPro みたいに元々の写りがとてもいいっていうのは非常に助かりますよね。これだったらそういうカラーグレーディングとか色調整みたいなところあんまりやらなくても、なんか日々質のいい動画をそれなりに、もちろん最高ってわけじゃなくても、かなりアベレージの高いものが出せるっていう、そういう性能っていうのはこうありがたいですよね。だからもうこれが分かったら本当動画出す人が結構増えるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まあ、それもいろいろ機材に手を出してみて、まあ、その上だからこそちょっと良さが分かる、ありがたみが分かる、まあ、感動するっていうのもあるかもしれませんけどね。初めてこれだったら、まあ、こんなもんだろうみたいな、逆にその他との比較の上での良さというのがあまり分からないかもしれないですけど、まあ、多分 GoPro を買う人は、いきなりこれ買う人はそんなにいないんじゃないかなという気もするので、もういろいろ試した上でのこの GoPro、 特に Hero 7というのは結構感動的なカメラじゃないかなという気が、昨日今日ちょっと使った感じでもやっぱりしますね。ちょうど今仕事が終わって改めて GoPro Hero 7撮ってみてます。ちょうど今時間が日没から10分ほど経った5時40分ですね。でこのぐらいの暗さだと結構手ブレが結構副作用が出てきてにじんだりするんですけど、今それを先ほどもちょっと触れたシャッタースピードを固定化する、今の120分の1に設定してるんですけど、まあ、これで撮ると多分大丈夫じゃないかなというふうに思いますね。ただこの暗証性能的にどうなのかなっていうのがありますので、今この日没から10分ほど経過したこの薄暗いところ、これでどのくらいの写りになるのかっていうところで皆さんもちょっと確認してくださればというふうに思います。今の道玄坂の方まで来ました。ここからちょっとタイムワークをテストしてみたいんですけれど、でスピード的には30倍ぐらいで撮ってみて、ここから駅までの様子がどんなふうに映るのかっていうところもちょっとテスト撮影してみたいと思います。ということで道玄坂のてっぺんから渋谷駅までワープしてみました。それでは今日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。